こんにちは、こんばんは、おはよう、気をつけ、よろしくお願いします。さて、今日はもうあれやな、すごい寒うて、雪もすごい降って、健太郎とかなんか、水道が凍ったりしたからな。で、影武者とかなんかすごい積もったんやろ。なんか雪すごい積もって、世間はすごい大変みたいな。じゃあ早速1曲目から、今日は天候にちなんだ1曲を歌います。さて何でしょう、絶対これは当たれ。はい、今歌うとかの時間歌われてね。はい、稲妻のように私の心引き裂いた、青ざめた心震わせて、立ち尽くす一人、立ち尽くす夜だ。突然過ぎた夜便で別れの言葉忘れない、あなたが残していた傷跡だけは、あなたは稲妻のように私の心を突き抜けた、燃え尽きた体抱きしめて、駆け抜ける一人、雨の中ゆろりんの、突然過ぎたゆろりんの別れの言葉忘れない、あなたが残していた傷跡だけを、忘れない、あなたが残していた傷跡だけは、あなたは稲妻のように私の心を引き裂いた、青ざめた心震わせて、立ち尽くす一人、立ち尽くす、なんで出る、しばらく待ちください。 OK、 出た、よし、はい、はい、はい。なんで今日は冬の稲妻がないんでしょう。はい、その答えはじゃん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 、
昨日徹夜してずっとやっててどうこうでってでこう桂にチェックしてもらったらバスってそんなんでよう歌うなみたいなみたいな。その前猫もそうやって猫も一生懸命練習してんけどさ、笑われてて自分でもこの手が持ってるけどさ、であのアイドルやからさ、あの裸の心はさ、あのドラマやった時にちょっといっぺん練習したことあんねんか。でこのうっせぇはさ、あのモグラのリクエストやってで来て、青さん歌えるか、いや俺なら歌える、ちょっと待てよ、入れながら本当はこっそりずっと練習してたけどな。昨日俺徹夜やもん。だから今日ないやろ、あんまり見てずーっとこれやってて、今日こんだけしかないもん。明るいってこと、徹夜して聴いて、ずーっと聴いて、もうそれぐらい俺音痴やねん。でも歌詞も全部覚えて、最初全部替え歌にしてな、で覚えて歌詞を覚えて本物にしたみたいに替え歌にしたところと違ってさ、もう超大変やん。で結論的にアウトでさ、知ってるとって言って、で今ちょうど稲妻やしみたいな、冬の稲妻にしてんやん。こう舞台裏や、舞台裏で衣装も全部着替えてんやんか。大変やんか。俺よしこれ歌おうと思ってたけどさ、これからもうちょっとな、あの早い時間に頭下げてな、桂に見てもらわなあかんなと思ってな。桂すごいやっぱ音程いいからさ、だからこれちょっと時間ちょうだい言うてや。なあ難しいわ。不平不満たれて慣れの果てサディスティックに変貌する精神でこう、うっせえ言って、この不平不満言うとるやつがここかかってきて、うっせえわみたいな、俺やみたいな。もう裏ごめんな、頑張って今日歌うつもりやってんけどさ、水面下の努力してねんで、今日まるまるずっとやっててみたいな。だからそれにつらんてさ、こう戦いやからさ、こう不平不満文句言うとるやつに関してうっせーって言って、だからなんとかの乱とかなんとかの変とか、それちょっと違いをやってみようかなと思ってな。ほらあれやんか、なんとかの変とか乱とかな、こうそれをやってみようかなみたいな。で今日これやっぱこれ勉強シリーズやんか。でもう一回ちょっとさ、その基本の基本をちょっとおさらいしとこうかなと思ってな。勉強動向っていうのは水面下で一番、まあもっと後のことやんかな。まあ俺自身のほら方針やからな、夢家族とはって俺が思う夢家族な。でこれは人間関係最小限で最強の単位や思ってねな俺は。で数多くの中から、要するに Facebook5000 人ぐらいからガラガラポンして、 YouTube もガラガラしてってやっと選んだみたいな。で選ばれし喜びと思ってんの俺の時かもしれんで、でいわば心の余裕なく自分のことで精一杯、かめんね今から伸びていくんやからな、大丈夫じゃっていうのさ、自分でああ自信がないなとか、やってもう断然大丈夫やみたいな。何度裏切っても裏切られてもな、一生支えていける、そんな人間関係を俺目指してたんやからな。あかんかったら大丈夫やみたいな、ずっと大丈夫やみたいな。だから俺いちいち多分ドームメログルもそうやってんけど、喋ってる時ドームも言うたグルもあのグループを言うたわ、あの時よかったわって俺いろんなこと喋れへんねん。それが炎弱いずくんぞ広告の志を知らんやいことね、へえこんなーみたいな。だから実際の意味とは違うねんか。実際にあの炎弱いずくんぞ広告の志を知らんや言うのはな、あもういやもうそれまた言うたら長なるからさ、真の始皇帝の後や、真の後にな、まあ、前晩もそんなやったら長なるからさ。で要は家族やねんからな、どんくそでめえどうこうしてめえって、もうこれをもう、だから例えばどこどこやねん、クラブ入った、気になんかったらやめるとはちょっと意味が違うからなと俺は思ってんねんで。
で何度裏切ってもらえても一生支えるやろみたいな、やっぱり負担になったらあかんねんけどさ、だからその時にこの一人一人が役割を果たす義務やから、言われたこと、要するに例えばマカオ主義がこういう方針でいくと不平不満いっぱいあると思うね、いっぱいやっぱりまとめていかないから、でもだってこの指止まっとけと、それ一貫が猫やねんか、猫を出したいなと思っても俺なおちゃんのために一生懸命頑張って昨日しないよ、俺猫の番だな、何してたん、誰も気づいてくれへんねん、猫の番だめ、ほら見てみあれ、ピノ猫の番だめやないからな、まあ、そこまで細かな最新のこう注意をしてみたいな、こう猫のバンダナをしながらみたいな、でこう一人一人で、あとだからこそ安らげる場所やね、みんなが好き でないと友達のわいわいわい久しい友達になってしまうねんか、だから利害に関係なく相手を信頼し思いやる心やねな、足りないところは仲間が補う、基本理念は素直に課長に従おうやね、あれ間違えてるな、ええねん組織やからさ、でやっぱり一番底辺は人の心やね、一人の誰でも傷ついてるみたいな、それをやっぱり俺は助けたいから、それいちいち言えへんからな、で最低限のマナー、挨拶をするとかほらどうかとか、最低限世界に出ても絶対最低限のことはやっぱりできてほしいみたいな、俺そういうのはやっぱり最低限のことがやっぱり教えていくっていうのは、ああ俺の仕事かなと思ってな、で周囲から「青ちゃうか?」って言われるぐらいなんか変な家族みたいな、それが夢家族やね、だから俺がもうちょっと出えへんから返事は「はい」から教えなあかんのかなみたいな、ちっちゃい子が返事は「はい」みたいな、返事は短くはっきりと「はい」ってなりたいぐらいやってん、そういうの必ずな、必ず返事はみたいな、挨拶も止まってから挨拶するとか、はあじゃなしに、はい、止まっておはよう、必ず止まっておはよう言えとか、そういうの徹底してやってたやんか、だからいつもよう礼儀正しいって言われた、でも得やん、その時いやいややってても後なって褒められるみたいな、それが今言う俺が言う円尺伊豆くんぞ広告の志をしないやねん、ちっちゃいやつはおお違うねん違うねんみたいな、今わからんでもええってね、絶対大丈夫わかるみたいなことやね、俺が言いたかったんは、なそれが夢家族っていうのかな、でいろんなことやってるけどこれに見てもらえる、もっと以前やの挨拶とかそれぞれの皆ことをやっぱり思いやるみたいな、何かがあっても思いやる心って絶対大切みたいな、落ち込んで落ち込んで落ち込んでみたいな、なだからまあ自分の主義主張でいやこやこや言うて、さっきのなあのここみたいにな、あれやんか、不平不満誰慣れの果てサディスティックに変貌する精神みたいな、急にゴロッと一変するみたいな、このいっぱいあるからさ、だから笑ってるけれども、それやっぱりあ俺が思ってる夢家族とみんなが思ってる夢家族温度差があるんかもしれん、俺にしてみたら例えばこの夢家族でも笑うかもしれへんけどさ、昨日で言ったらさ、あの台からこう赤ちゃんの写真来るわけんか、でもそれだけでなんかすっげえ嬉しいねとか、あのひなたがパンダ着てる写真とかな、おいボケてるぞとか、であとあのねねちゃんがさあのダンスやってる映像とかさ、なんかそんなんなんか孫見てるみたい、もうすねえ娘だ怒られるからさ、なんかすごい心が落ち着くね、あの猫でも犬でもええねん、なんかこういう一つのこと今までやったら家族やんか、猫も家族やで犬も家族やでみたいなのを増やしていきたいね、例えばこうどういったらいいかな、今日で言うたらあの健太郎のところが水道爆発したみたいな、いつもあの影武者はさ今日は何度って送ってきようねんか、そうなんか、そうなんか、雪こんなんや雪こんなんや、みんなこれそれを毎日絶対送ってきようねんか、
で俺ごっつい嬉しいのはさ、最近はさ、かんぴょうがさ、娘さんがなんか先生になりたいねんか、それでいろんなこうこれが役に立ってるみたいな、なんかそんなすごい嬉しいなみたいな。健太郎とかもせんか、お母さんと同行で 見るとかな、なあのかよさんとかもせんか一緒に見る、なんかすごい嬉しいね。だからM ちゃんとこも姉ちゃんが遅刻して大変だって笑っとったらええねんみたいな、それは大変やけど俺は適当に絶対コミュニケーションやってるやんか。だからそういうのをだから Facebook に出してみたいな、でそしたら文章も覚えるやん、いろんなこと覚えるやん。そしたらみんな関係あること、例えば今言うのは日向とか県政とか改正とか、あとねねちゃんとかやったらもう家族やもん。そんなこと出したら一緒になんか一言なんかポンと添えたらみんなが見るやんか。でそういうのを増やしていきたいね。例えば料理としてみたら、ねねちゃんが料理興味あるやんか、そしたらおいチェンマイヤジなんか料理好きなんでなんか道具出せやみたいな。そしたら今度夢家族の中からこの料理コーナーで出すとかさ、だみんながあーって見たりとか、なんかそういうのいっぱい増やしてきたよね。だから自分が関係の人に出してることをさ、いっぱいいっぱい増やしたらみんなが見れるやんか。そしたらそこでいろんな意見言えるやんか。だからそういうことなんか俺って今やってるのはなんか勉強ばっかりになってしまってるから、そういうこう猫犬をグループの猫犬グループで今奈緒ちゃんが責任者でみたいな、なんか出してみたいな、じゃあ次料理はみたいな、だからこうそういうの増やしていくやん。例えば自分の趣味とかどうこうとかで、あなんかじゃあこれでけへんからじゃあそれしようぜみたいな、じゃあドローンもな、そうドローンみんながドローンでドローンの教室しようや、そしたらドローン教室でみんなが見れるやんかみたいな、なんかみんなが共通の趣味になるように、その共通の趣味が一個一個やねん。それが黙って黙ってこの指止まりやねん俺が言うな。それの最初が猫やってん、犬でもいいねんで、猫でもいいねん、とりあえずペットってのは俺はペットと思ってんやんか、生活を共にするやつと思ってんねん、わかるかな。だからペットがおると違うねんて、ほら人間のように扱ってるはずだと思うねん俺、多分心の安らぎやから。俺もいつもあのキッチンにピーちゃんがおんねんか、メダカのピーちゃん、いつも挨拶してさ、俺、ね、餌やってさ、やりすぎやと怒られんねんけどな、ピーちゃんと喋ったりとか、みんな絶対猫とか犬こう出る連中は喋ってるやんか。で俺花にか喋りかけたらさ、世間から変な人やんか、花も聞いてるやん、どこまでがええかみたいな。俺木も捉えたことあってん、でも生えてる木はなんか喋れたことがあんねんけど、こんな普通の木とかは喋られへんかったみたいな。そんな人に言ったらまた変って思われるやんか。まあ俺今日病院やってんけど、なんか行く前もなんかすっげえ憂鬱やってん、もう正直言うやな。でなんでかまたしんどくない違うねんって、やっぱりこう心の中にええー、みたいな、家族のこと思ったらうわーと思って、でそれは寝てへんねん今日、頭のどこかにこうあってみたいなのがあって、全部をまとめなあかんけど待て待てってやっぱり大きく見なあかんから、自分自身は自分の主義主張の中でそれが来れないんやんか。どこやったかな、基本理念は素直に課長に従おう、俺出ないとバラバラなんねんか。家族ってそうやんか、何かがあっても絶対に家族ってのは素晴らしいやんか。俺そういうのを気づいていきたいね俺。ただ何でができた、違うやっぱりこう心が通じ合うみたいな。だからすごい贅沢なこと言うてると思うねんか。でも俺やっぱりそういうコミュニケーションを今日なんかでも結構朝やってるけど、それが結構な人数おねんからドッジボールしてたらさ、でそれをあこれ面白いからこれなんかみんなのコーナーで Facebook であげようやみたいな、でこう文章とかみんなも文章はそこそこ頑張ってるやん、今度は自分の意見をやりながらみたいな、文章書くんと俺が言ってるやつと全然違うねんか。
だから人は見やんで見やんか、自分の仲間とこの家族と見て、そこから増やしていったらええかなみたいな、共感する人も俺出てくると思うねんか。俺も最初フェイスブックやった時って関係なし言われて投稿したら28人いいね来て、俺めっちゃびっくりしたもん。なんでや、何にも知らんやつがなんで28人やねんって言うて、 IT 関係のやつに乗ったらもう3ヶ月のうちに300来て、1年のうちには500、なんなアホかいなって言うといて、いやいや1000超えるでしょ、でも超えるわけないやないか言うて、その通りになったからね。そいつらはグリムが金メダルを取ってもう予想してたもん、北新地で一緒に飯食った時は。なるほどなみたいな。だからみんな見る目持ってるやつっていうのはあながち偶然ではないんかなみたいな。だからやっぱりこの夢、これよう読んでほしいね。何度裏切っても裏切られても一生支える、そんな気持ちで俺はおるからな。だから強制もしないしどうかもしれんけど、だからやっぱり遅れるに人間関係、理論は簡単やんか、怒られるような、怒ってくれる人なんかいないわ、怒ったらもうポンと俺になってはあかんわけやんか、ほんまの家族やったらそれ大丈夫やでみたいなことを、だからこれをよまたもう一回自分で確認しとけな。これ自分の家族でもでも言えることやからな。はい、で今日は戦いっていうのはな、ちょっと 色変えてあるけどな、ほら何々の乱変何々の駅とか陣とかな、大阪夏の陣冬の陣とかがあんねやんか。それはあ、こっち書いてるわ。あ、俺一個関係ないの消してもった、しまったー、あれや、あちゃ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 、もう一個あってんけど、うわこれを消さなあかんのにちゃうやつ消してもったわ。まあええわ、まあじゃあな、もう簡単に言うたらな、じゃあどうちゃうねん、乱と変と陣と、あともう一個なんねやねん、変あったら、あと戦争とかまあいろいろあるけど、どうちゃうねんってなれへんか。あんまり難しいこともないんだな。乱、ただ要はな、この駅ってあれやん、あんな駅はないんか、駅ってあれやんか、公安の駅とか文英公安とか、あこっち書いてんかな、もっと分かりやすいから言うわな。ほら、駅、この字な。文禄の駅、文禄慶長、あと文英公安。あの文英公安っていうのが、モンゴルが攻めてくるときや、フグライが攻めてくるときな。因なし因はいや、1274年と1280年。あれ文英公安。あ、間違ってるよ、これ。これ1274年や。これが千二百いいなしにわい文英公安やから、これ間違ってるわ、ごめんごめん。千がこれなん、どこからこんなん出てきてん、文英公安。文禄慶長はあの秀吉や、もうこれ忘れ、もう年代ややこしいから。要するに駅っていうのはな、外国と戦うたりするみたいな、あと五三年の駅とかあんねんけど、要するに東北にしてみたら超違うやつから攻めてくるから駅になんねんか。だそれはだから駅と覚えて、あと陣っていうのは陣地を外に構える、大阪冬の陣夏の陣っていうのは分かる、大阪城を攻めるために近くへ陣を取るやん。それまず分かりやすいから、少ないやつから入れてん。じゃあ変と乱とどうちゃうか、すごい曖昧やねん。どう曖昧か、曖昧じゃないんで、例えばな、1221年上級の変、上級の乱ってあるやん、わかるかな、義時が後白河上皇をやっつける戦いな、1221年やから、あ後鳥羽や、後鳥羽をやっつける、言うねんか、天皇家相手に戦争して勝ってもうたみたいな、なありえへんやないかみたいなやつ。ほんだらこれな、ちょっと難しいかもしれんけど、ほらこれ公家、これ後鳥羽とか後白河とかね、全部あれだから後鳥羽としようか。だからこれが
北条家だから鎌倉や鎌倉幕府対本当戦争やんか戦争なんねんけどなそれ上級の変ってあれやんか1221年のこの3年のうちに義時死んで4年のうちに北条政子が死ぬねん1221年から24年に義時が死んで25年に北条政子が死ぬねんだから今の大河ドラマってそれぐらいでこれが最後でだってもうすぐ義時死ぬんやからな主人公死んだらだからみたいなで見てこれ普通やったらどっちで覚えてるかやねん学校の時上級の変化上級の乱か分かるかな1221年上級の乱分かる変にはないやんああ上級の乱やんかならへんかこれすごい面白くてこれ普通は上級の乱やんでも俺は上級の変で覚えてんねんじゃあペケかペケじゃないねんじゃあなんでペケじゃないか立場を変えんねん天皇家から見んねん天皇家から見て天皇が島流しされたりとか幽閉されたりしたらそれは変やねん例えばまあ要はまあ例えばな同じ戦いあれやんこれなこれ見てこれ普通で見たら上級のラインやん戦おうてみたいなところがここを中心にしたらその後どないなるか幽閉されたり島流しされたりそういうやつは全部変やねん分かるかなだからこれが正しいこれがどうこうじゃねすごい曖昧やねん乱化って変化って例えばそれをな歴史をずっと尋ねていたこれはこうこう言うよりも一個一個見ていた方が早いね例えばこっちの方がいいかな見えるかな例えば人心の乱ってあるやんこれは大天の王子と大友の王子要は天智天皇が亡くなった後皇位継承権で争うねんか。なら、どういうことかって言うたら、これちょっと見てほしいんやけど、皇位継承権で争うというのは、政治の権力奪いやん。あ、書いてある。ほら、人種のな。主権を取るか。今までこれ、天智天皇が死んだ。じゃあ、その後に、671年に天智天皇が亡くなんねんか。あのみんなに嫌われる天智天皇や俺がそういう言い方してたからさからそれあと天武天皇が勝ちやんかで本当は天武天皇にあじゃあ大天の王子にやる天皇位を譲るって言うてる時に大友の王子が、ね、生まれてみたいなこれはあかんって言って吉野家逃げてみたいなまあそれまでその辺話したら長なんだけどさあとこれ上級の乱これでも皇室側から見たら上級の変になるねん。分かるかな。でも人心の変とは言えへんもんな。見方によって全然違ってくんねんか。などういうことか言うたら今度はな大塩平八郎の乱これ一日で終わんねんか。あこれが陽明学者やねん。本当は与力やねん。警察による。要するに現役の幕府の人間が本を全部売って戦うぞ言うて一日で終わったやつな。大塩平八郎の乱みたいな。大変やんけ。色は皆、大塩、色、人は皆、1800、人は37年、人は皆、大塩平八郎が書いたのかな。この年代とか、まあ、いらんねんけどな。書いてないか、その乱。人は皆。人はみんな大塩平八郎みたいな。この由緒、これが今言う乱に値あるわけや。人心の乱。ほら、朝廷官の分析は平将門。だからこれは、いいな。これ今見るやんか。だからこれ見てな。全部そうじゃないやん。例えば、政治権力に対する武力の反乱。言うたら、平将門は一番になる。あ、これほら、平将門とか、
あと藤原の住友、これだから平の鎌あの正門と藤原の住友みたいに2個一目であれば、それは元禄とあの方言平治、とかあとあの駅で言うたらあの文禄慶長とか文永公安とか、文永公安言うたらあの意味なしにはいいや、これ間違えてるからごめんな、あれ間違えてたろうかな、あれ間違えてるな、文永公安が多分1274年と1284年やからごめんなみたいな、で文禄慶長があの秀吉の朝鮮出兵やからな、なあれ2つ2個で1個と置いといたらばな、保元平治これ2個で1個や、これが平治で負けて頼朝が流されてるやつやで、だからそうやって一個一個見ていったらあんねん、ほら用糸を買ってこれ乱と変と両方あんねん、なんで言うたら用糸は皇室やんか、でも彼が臨時出すんやけど世間は認めてへん、嘘の臨時やねん、嘘やないねんけど認めてへんねん、だから用糸王やねん、ただの、わかるかな、ですぐアウトやねんけどみたいな、だから持ち人の王の王をメインから見たら持ち人王の変って言うともおかしないねん、殺されてしまうからな、あとか今上級の乱上級の変でも言えるわけ、まあ応仁の乱は応仁の変とは言えへんわな、であと逆にな戦いやねんけど一人だけやっつけたい、例えば織田信長だけを殺したいっていう場合は変になんねん、ほら本能寺の変、織田信長を殺したら普通の戦争じゃないか、ある一人を殺したいという時はこう、あと桜田門外の変は井伊直弼やろ、桜田門外の変言うたら安藤信正とか、金門の変は別に誰か殺したきゃいけないか、これ同じ中の中で明治あの江戸幕府の中で長州が逆ろうたみたいなやつやからな、だからこう戦いによって「どっちや?」みたいな、もう丸見しとったら「それは何でやろう?」とかやっていったら恩師という、だからその境目がどうこう「これ何でや?」ったらその時にみんなそんなこと言うてへんもん、じゃあ人心の乱ってその時は言うてか言うてへんやん、これは後のやつが全部そのようにつけただけやからな、いつの時代がしたんでいつの時代そうなったかもしれんけどさ、その時ではないね、だからいろんな2つあるわけやんか、だから俺言うてへんか上級の変で覚えてるもんな俺、でも上級のラインや、学校でどう教えるかどうか知らんで、だからその辺のとこランと変と、でもランの方がいいかもしれない、なんでやったら普通の戦いはランになるからやね、これが政治権力による対する普通土地で争ったりとか、どこで争ったりとか、そしたら普通のな争いの戦い見るやんか、江戸時代とほとんど戦いがないからな、一番多いのは戦国時代や、例えばこれ戦い見ても戦国時代がすごい多いね、ないわ応仁の乱とか、このもうちょっと後島場、あこれ江戸や、江戸やな、あの普通の戦いって江戸時代ってあんまりないねん、なんでか答えは簡単で、こんなんなんとかのなんとかやつは幕府がすごいこう頑張らなきゃいけないんですよ、ところが一個一個の例えば鹿児島って、鹿児島でやっぱりいろんなあってんけれども、それが公になるとお家取る中心になるやろ、だからいろんなとこあっても表には出てけへんねん、ただ江戸時代で表に出てこんのって言ったら、その大塩八郎とか由井正雪、彼も多分一日で収まんねんけどな、丸出し違いとか出てくんねんけどさ、あと島原の乱かって天草城取り下が出てきたりとか、応仁の乱よとはこれは日野富子が吉見と吉久の権力争いやとか、あとこれはこれみんな知らんけど分かりやすく言うたらさ源平合戦や、
1180年から1185年壇ノ浦で負けるまでからがこれや。めんどくさいからこうやってやってんだけどな。そう、受援なんて自称受援になかなか言えんけど、めんどくさいからみたいな。で、保元平治も言わなかったから、保元っていうのは、あの、源氏と平家一緒やてん。義朝と、で、あの、平の清盛一緒やって、平治で、平と源の義朝が敵、味方通りになって、平の清盛が勝って、義朝が死んじゃって、子供らが、みたいな。こうやって見ていったら、なんて何か、変って何か、液って何か、人って何か。だから、要は変と乱だけ別でね。だから、本能寺の変、メインを殺そうと思ってたから。な。で、一種の変っていうのは、どうじゃないかな。一種の乱。わからない。これ、人心、人心の乱やん。これ、一種の変っていうのは、どういうことを言うたら、蘇我のイルカが、これあれ、殺されないやろ中野親王子に。さっきの紅玉天皇やんか、みたいな。だから、メインは、蘇我のイルカを癒つけたいわけやんか。だから、変やねん。わかるかな？ある特定の一人を癒つけたいときは、変やねん。だから、蘇我のイルカが変わったら、政権が変わるかもしれへん。だって、本当は癌になるかもしれへんね。でも、その一個人を殺したい場合は変になる。だからさやろ、一種の変、だ蘇我のイルカ、本能寺の変、信長、桜田門下の変、井伊直弼、桜田門下の変、安藤信正、金門の変は個人をやっつけるわけないやんか。わかるかな。だから全部個人をやっつけるわけじゃないからな。じゃあ、文禄慶長、文英公安、これは海外やから。元寇の場合は来たやつをやっつけた。で、秀吉の場合は朝鮮出兵した。だから駅やね。陣は陣を込めた。だからもう大阪冬の陣、夏の陣ぐらいしかないわ。だからざっとな、乱と変はどう違うかって言われたらさ、明確な違いはないけれども、多分変っていうのは多分特定を殺されたとか。それちょっとかね、これでやったらちょっと難しいからさ。ほら、政治権力。な、今度は変やったら、ほら、皇室が不当な、例えば、こう、その後に、例えば、獅子型に事件があるやん。1177年に、あの、兵士の首が、あの、兵士やねんけど、転んだ。だから、パンと割って、みたいな。で、瞬間が機械が島へ流されて。やけど、後白河法皇だけはお咎めなしや。やけど、その後の動向で、後白河法皇が幽閉されるわけやんか。だから幽閉されたりしたら、全部変になる。ということは、うん、この、これは、後醍醐天皇が多分、大きい流されるのかな。だから上級。あと、政治の対立っていうのは陰謀や、ほら。獅子神とか、上和とか、あの上和の変とか大手門の変言ったら、ふさちゃん、藤原のふさちゃん、吉ふさちゃんが関係あるね、みんな後で糸引いてんねん。これも皇位継承とどうことあんねんけど、そう、あと不要人だから、そんなに今日の授業っていうのは別に俺は今言うようにうっせえうっせえにめっちゃ時間かけとってんけど、あっさりだねって言うてさ、服を着替えてあれみたいな。だから今日少ないね。だからこんな勉強のことっていうよりも、俺が今言うのは、夢家族っていうのは本当の家族に目指してやないねんけど、なんか人から見たらアホちゃうかかもしれへんねんか。だから俺は逆にこう考えたら、俺から裏切ることはないわ、それだけ言うとくわ。ただ俺はこれは声で声でって言えへんから、黙ってついてこいよみたいな。後で何年かしたら、ああ、これはこういうことか。これはこういうことか。だから、今言うのはこう、なあなあになってる部分。全部が全部どうこう、一部だけなってる。じゃなしに、全体がどうこうで、
俺とはこうしてるけれども他とはない、グループに分けても意味がなかったかもしれない、ある意味でな。しょっちゅうゴロ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 変えた方が良かったんやけどな、これは俺のミスやねんけど。だから何々揃いました揃いましたって言うても別にええねんか、いろいろみんな用事があんねんから、それが負担になったらあかんねんか。だから今言うのはそんなことよりももっと大切な、今で言うのはまず挨拶をしようとか、家族やから家族ってどんなん、家やったらもうじゃあバイバイって言うかなみたいな、みたいなことからちょっと考えてくれたら嬉しいね、俺が今目指してんのはな。なんでかって言ったら、刻み方したら死に際の美学かもしれんねん。ああこんな連中と一緒に俺が死ぬ前に顔見れたら嬉しいなみたいな、アホかもしれへんで、でもそんな思いで俺は作ってんねやんか。だからただ表面なしに一生懸命いっぱい知りたいし、何かがあったらブワッと思うしみたいな。だから俺上行くとこのお母さん亡くなった時に行く上ってすごい怒られて、俺倒れてた日やからな、そんな行ったらかんやと怒られて、もうなんか家族のような気になってるみたいな。だから昨日も何で徹夜したと、何かに打ち込んで変な変な夢見て、イエーみたいなのあったんかもしれへんの俺。だからとりあえず新しい曲いかにどんくさいかみたいな、みたいな。だから一曲一曲めちゃめちゃ時間が、でもなこれずっと時間かかってたらだんだん最近の曲が歌えるようになるかもしれんねん。俺多分このうっせえやつなんて一番時間かかってるわ、一番難しいわ。今まで他してるやんうっせえって、うっせえうっせえやつな、うっせえお母さんの前に怒られたみたいな曲や、これなんか18歳の子やけど表には出てけへん高校生かなんか知らんけどな、でもそういうのがあったりするから、だから俺にしてみたらこのカラオケやってる最中に若い曲を5曲歌ってやろうみたいな、なというの若いやつとカラオケ行っても恥かかんと最低限一緒にこう楽しめるぐらいのな、だそれが裸の心と猫と、何やった、裸の心猫、何やった、あれ裸心猫、あれもうアホやな、自分が歌ったらそれ出てけへん、あ虹な、虹猫裸の心で今言う、もうこれも歌わないかもしれんわ、一生懸命やってんねんけどみたいな、5曲をもうとりあえず、だからもうこれ入れたらあと1曲、いやもう歌ってるかもしれない、分からへんけど、だから最近のみんなが人気があってどこでみたいな、今の若者でも知ってる2000年以降が若い歌やってんけど、なかなか2000年2010年、なかなか2015年以降みたいな、いやいや2000に2020年以降みたいなのをちょっと俺今歌ってるの2020年10ぐらいギリギリちゃうかなみたいな、俺ありえへんもん普通で考えたら、もう最初からも全然聞けへんもんみたいな。そうすることによってやっぱり若者にも使えめるし、それで今この話題になる時にそれで俺が何かを伝えたいにちょうど文章に合ってるからやんか。なんか今日も天候あれやから冬の稲妻で言いたいこと言いたいんやねんけど、それを極力今の曲とか合うようにして、猫でもそうやんか、よし猫って一生懸命調べて、それからものすごい猫の曲も覚えなあかんわみたいな、俺猫の曲これ嫁はんに「ようそんなんで歌わねえ」って怒られたからな、えっわおみたいな。でも俺もうめっちゃくちゃ頑張って歌うんだけどな、だからまだ虹のが歌いやすかったし、裸の心のが歌いやすかったし、猫はちょっと歌いにくかった、だから今風のが入ってるからやね、今風ので、このだってなんとかみょん、あいみょん、にんみょん、なんかしらん、なんかが同じ裸の心と同じやつ、女の子な、なんかシンガーソングライターがやってるからさ似てるんやけど、でこれで
ねだな、アイブン、アイミョン、おお、アイブンも知ってるよ、歌えるよ、みたいな。これ、言えるやんか、こうな、みたいな感じやんか。俺、今日、飽きてる、今日、病院行ってん。で、カラオケ、こう、あ、ちゃ、カラオケやん。携帯、こう、横で点滴、やな、ね、やん、チートるやんか。俺、向いとったら、若い韓国さんやってん。だから、エドロで、ええー、みたいな。え、うっせぇ、歌うの聞いてんのみたいな。いや、歌うよ、歌う。うっそやんみたいな。点滴の看護婦のお姉ちゃんと接触とって。で、なんかこう、かわいい飾り物だったら、それかわいいね、から入ってさ。あ、覚えてますよ、ちゃんと。こうみんな夢来ててね、なんかこうしてて、話題になってますよ、そうか、言うて今日、一緒に点滴、あの、ほら、チームも全部検査せなあかんからさ、で、今日行って、みたいな。でもそんな話やって、みたいな。だからまあ、熱行ったりどうこう行ったりまた薬飲んだりとかいろいろあるけどさ、まあそんなんは今までの俺やったら絶対言えへんかったんやけどさ、まあちょろっとそういうような話もできたからできたらなと思ってんねんか。でもあんまりそういうのはしんどいとかどうこうは見せたくないから見せへんけどな。だからどうやってやってるかって言ったら、俺はだからこの YouTube を使って、 YouTube って公やんか、それをプライベートユースにしてるみたいな。そして見たいやつは見ろみたいな。でも今なんか300ぐらいみんな来んねんけど、ちょっと見たら100になってんねん。でもこっちが見たら300とかな。なんやねんこれみたいな。まあ一遍またそんなもん、それは別に俺いいねの数なんて関係ないけどさ、最近ちょっといろんな人も見てくれるってるんかなみたいなな。でもあんまり増えたら嫌やしみたいな、言いたいことも言われへんなるしみたいなあるからさ、こうやって俺は俺なりに楽しんでんねん。で今日はだから本当は、あ、これ、これ言うてへんやん。せっかく映ったら。これはな、例えばほら、こうあれやんか、あの、貴族とか同行で、天皇とか争うでどうだろう、こうだろう、天皇家が絡んだら変になるやつも多いことやん。ほら、本能寺の変だから違うで。普通に天皇が絡んで、幽閉されたり同行したら変やねん。で、ここ、普通のこう農民とか武士が、支配層と戦う、普通の戦いやんか。戦争ってやつ、世間で言う政治が絡んでんねん、これ乱って言うたらな。だら普通の戦いだけやったら、あの、なんとかの戦いとかなんとかの戦いとか出ないけどさ、だからこれ、まあこれ1で言うたら、これこの1な、これ4ってあるやん。だこれがそれがこれやね、番号書いてんけど、この4って書いてるやつがこうやね。政治上の対立による陰謀、陰謀ってあるやんか、言うてんか。獅子型事件、1077年の陰謀やんか、発覚して分かるかなみたいな、とかこれ4って書いてある。でこれ1とか言ったのがこれやねん。これ1な、これがこういうことやねん。1、これがこれやねん、さっき言ってた。みんなこれ見てたら分かりやすかったみたいな。で4がこれになるよみたいな。でこれは両方とも使えるよって言うたやろ。これはこっち中心やったら変で、あ、こっち中心やったら変。これやで、1221年のやで。で、向こうのがやったら乱になんねん。だから、多分、チェーンか。こっち側が乱で、向こうが、こっち側が変で、向こうが乱や。わかるわね、ややこしいな。ほら。上級の乱って言ったら、北条家から見たらこれなんねん。でも、あの、皇室から見たら上級の変になんねん。わかったかな？今日はそんなもんや。あまり勉強の話言うよりも、基本的に家族みたいなこと、俺が思う家族、みんなはどう思ってるかみたいな、塾にでも入ってる感覚やったら寂しいと思うよ。でも俺はかめんねん。選んでどうこうやねんから。力の限りどうこうでみたいな。でもあかんものはあかんって言いたい。これはあかんで人に言われる前に、俺嫌われてもええねん、これはって言いたいね。それだけや。はい、では、答えるから誰が悪いの、うっせーみたいなね。これみんな判断して、不平不満文句を取るやつやんで、うっせーみたいな。はい、今日はここまで。気をつけ、お疲れさんでした。バイバイ。あ、これはな、俺全然話変わるけどさ、モグラだけやないね。
これをさ県政とか改正とかな、うっせーみたいな、お母さんの前でなかったらうっせーうっせーとか言うと嘘でねんでとかな、あとねねちゃん、ねねちゃんと県政と改正に送ろうと思ってやろう、これ当然僕らのリクエストやけどな、でこう戦いとかお母さんとの戦いとかみたいなやろう思っててこれを作ってんけどな、それ一応言うとくわ。だからそれぐらいやっぱり俺にしてみたらこうやるのは崩れへんねんな今、あのみんなを大切にするし赤ちゃんの写真来ても嬉しいしみたいなことを忘れんといて、当然動物でもやるので、なんか俺は喜んですごい見たいから、はい以上バイバイ。